サミュエル・アレクサンダー・メンデス、CBE は、イギリスの演出家、映画監督。バークシャー州レディングにて、トリニダード・トバグ及び、ポルトガル系の父親、ジェームソン・ピーター・メンデスとユダヤ系イギリス人の母親、バレリー・ヘレン・バーネットの間に生まれる。1970年に、両親は離婚し、母親と暮らす。ケンブリッジ大学卒業後、チチェスター・フェスティバル劇場や、 ロイヤル・シェイクスピア・カンパニーで演出家としてキャリアを始める。ロンドンやニューヨークでいくつもの舞台を演出し、ローレンス・オリビエ賞をはじめ数々の賞を受賞している。2002年までロンドンのドンマー・ウェアハウスの芸術監督を務めた。1999年公開の映画監督デビュー作、アメリカン・ビューティー・でアカデミー監督賞、ゴールデングローブ賞監督賞を受賞。 2000年にはイギリス王室より大英帝国勲章を与えられた。2003年にはトム・ハンクスやポール・ニューマン、ジュード・ローといった豪華キャストを揃えたギャング映画、ロード・トゥ・パーディション。2008年にはレオナルド・ディカプリオと当時の妻だったケイト・ウィンスレットというタイタニックのコンビを主演にしたレボリューショナリー・ロード、燃え尽きるまでを監督し、話題を呼んだ。2012年には 監督を務めた、007シリーズ第23作、007、スカイフォールが公開された。本作は、007シリーズ50周年記念という、節目の年の作品であり、制作発表時から大きな注目を浴びていた。そして公開後、イギリス歴代工業1位をアバターを抜いて獲得。第85回アカデミー賞では、007、 シリーズとしては1965年の007サンダーボール作戦以来となる実に47年振りのアカデミー賞で2部門を獲得。その3年後の2015年には続編となる007スペクターも監督した。2019年より再び舞台の演出を務めフェリーマンデがいい73回トニー賞を受賞。また同年にはメンデスが 祖父から聞いた話をもとに制作した1917命をかけた伝令が公開。本作でゴールデングローブ賞監督賞と英国アカデミー賞監督賞を受賞し、第92回アカデミー賞では監督賞をはじめ脚本賞や作品賞にノミネートされた。人間の闇にスポットを当てた描写が多く、主人公が初老男性であることが多いのも特徴である。 その影響は、クリストファー・ノーランの作風の影響を受けた、007、スカイホールで、より顕著となっており、主人公と悪役の対比、病を患いながらも戦い抜く、主人公像が、特徴的である。それゆえか、セリフ回しもかなり哲学的なものが多い。女優のジェーン・ホロックスや、キャメロン・ディアス、キャリスタ・フロックハート、レイチェル・ワイズなどとの交際を経て、2003年に、 女優のケイトウィンスレットと西インド諸島で結婚。同年12月には長男も誕生し、一家でニューヨークで暮らしていたが、2010年3月15日、すでにケイトウィンスレットとは別居しており、離婚手続き中であることを弁護士を通じて発表した。2017年、トランペット奏者のアリソン・バルサムと再婚。ありがとうございます。